はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はたらふくお肉を食べようということでですね、全国に150店舗以上あるので多分皆様のね地元にもあるかと思います。ビッグボーイさんですね、もう好きなだけ、まあ、食べ放題というか、セルフでもう自分勝手にもう好きなだけ今日は食べていこうかなと思っております。で、なぜ今日このビッグボーイさんに来てるかと言いますと、先日ね、僕がちょっとテレビ番組で出させていただいた大食い王決定戦という番組で、僕が戦った食材がこのビッグボーイさんのステーキだったと。で、大会になりますとどうしてもね、事前に焼いてるものとかもあったりするので、それでも十分美味しかったと。でもやっぱりそんだけ美味しいんだったら出来たて食べましょうよということでですね、今日はこちらに訪れております。で、まあ前置きもね長くなってしまうとあれなので、早速ちょっと注文していこうと思うんですけど、今回お昼時間に訪れておりまして、お昼だとランチメニュー17時までこんな感じで販売しているんですが、基本的にはね今日グランドメニューを紹介していこうかなと。ちょっとありがたいことにですね、別に案件じゃないんですけれども、本社の方とかもね来ていただいて詳しくお話を伺ったら、なんかねグランドメニュー結構最近変わったらしいです。注目のところで言うと、こちらのねビッグボーイさんで押されている大田原ハンバーグ、これにチーズがたっぷりと乗っかったビジュアル抜群のね新メニューがあったりですとか、こう見るとね食べたいものだらけなので、とりあえずねもうこれ言っててもしょうがないです、注文して食べちゃいましょう。はい、そしたらね今これ1巡目の注文が完了しましてですね、このビッグボーイさん、もちろんドリンクバー等もあるんですけれども、それ以外にもライスバー、カレーバー、そしてサラダバーとね、取り放題のプレミアムセットだったりもあったりしまして、もちろん僕も注文しますので、早速ちょっと食べ放題取りに行きましょう。じゃあ今回のねこれバーこんな感じでございます。サラダとかもねめっちゃ多いのよ、見てこれ。これ季節によっても変わるみたいなんですけれども、今高いねここら辺、葉物野菜とかももちろん食べ放題になってるってことなんで、正直ね自宅で買うの躊躇するぐらい今高いんで、ここら辺食べましょう。めちゃくちゃ安いよな。だってこれカレーだったりライスだったりサラダだったり、このバー全部つけても税込みで600円前後かな。だから相当お得よこれ。がっつりとお肉でいきたいんで、サラダはさっぱりとノンオイル青じそで一応ねこれ大食いでも体に気を使ってますから、さっぱり系のラインナップでいただきます。ということでですね、今このご飯ものサラダもの持ってきた直後に最初にね頼んだ一品が到着してますね。これたまんなくないですか、チリ感満載、チーズとピリ辛な感じね、これ絶対うまい。多分ねもう注文してあるお肉もすぐ来ると思いますので、早速これいただきます。ポテト行きたいけどとりあえずベジファーストかな。うん、とは言ってもちょっともう我慢できないのでポテトいっちゃいましょうか。うわこれわかるかな、伝わってるかな、やばくないですか。あやばい、もう酒飲みてんですけど。もううわめっちゃお酒うまっ。ちなみにビッグボーイさんお酒もめっちゃ安かったんだよね。生中が税込み539円、飲んじゃうねこれ。うまっ。うん、待ってこれめっちゃうまいけど食べたい、はい、食べたい。食べる。どうぞ、一番チーズ濃いとこ。めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい。これ生地がポテトになったピザ。あー分かる。うん、これビールなしきつくね。うん、まだ肉食ってないけど今日来てよかった。ごめんなさい、ちょっとうますぎてね一瞬で食べちゃいました。ちょっと待って肉きたかも。うわーうまそう、きたよね、きたよ。映ってますか、やば。ちょっとね今ありがたいことに
頼んだ商品が全品にまとめて作っていただけたので、とりあえず一番熱々のこの大田原ハンバーグにソースかけちゃいましょう。メニューにあったまずはこの濃厚ソースかな、半分かけてと。あっ、おっと、伝わってますか皆さん。せっかくなのでこのもう半分にはね、ガーリックソースを。あー、ちょっとね、香りがやばいっす。もうすげえ腹減ってきたということですね。本日とりあえずまず最初にね、注文させていただいた商品すべて出揃えました。改めてちょっといただきますをしましょうか。いただきます。そしたらもうとりあえずね、今日の一番最初のお肉はこれね、大田原ハンバーグですよ。いや本当はね、普通のね大田原ハンバーグも食べる方がいいんだけど、どうしてもこのチーズが魅力的すぎて、ちょっとこれからいっちゃいましょう。最初これね、大田原ハンバーグこれペレットいただいてるんで、こっちで一回焼き入れちゃいましょうか。よいしょ。この音やばいな、うまそう。早速今日一口目のお肉いただきます。うまっ。うわー、肉肉しい、やらか。噛んだ瞬間の肉汁がすごい。これですね、完全にお米めっちゃ取りましたけど足らないわ。この一皿で足らない。これは今回 500g で頼んだけどペロリだわ。一瞬でなくなる。うまい、うまいなこれ。ちなみにですね、この僕が撮影開始する前、機材を準備している間に今日ね、カメラマンで来てくれてるマイチンは先にね、この大田原ハンバーグ食べてたんですよ。その際のね、ソースのかかった香り、あれは反則だったぞお前。めちゃくちゃお前払えたかんな俺。ソースももちろんうまいし、この肉汁よ。焼いてる時も楽しめるわ。続いてこのガーリックいってみますか。今回ね、僕が頼んだ 500g 注文しますと、ソースがね2種類選びまして、おすすめと書いてあった濃厚系のソースと、今回はガーリックとね頼ませていただきまして、このガーリックの焼けた香りがすっごい食欲そそるんだよね。そう、ガーリックハンバーグこちらですよ。これもうビール我慢できないよ。これやばいね、やばい。ガーリックソースとんでもないね。このさ、炙ってあるチーズの香ばしさと、それとガーリックの香りたまらんすね。ちょっと一皿食レポやめていい？もうゆっくり食べたいんだけど、一回。はい。はい。
ということで、これね、オータルハンバーグ500ぐらいもありましたけど、ワンポンド以上、あっという間に完食させていただきました。ただまだまだお肉系があるので、食べていかないとね。チキンも食べたいけど、このビッグボーイさん、オータルハンバーグ以外にこの手骨ハンバーグというメニューがございまして、ちょっと一旦こっちのハンバーグと食べ比べてみますか。こっちは結構、みんなが知ってる、僕も知ってるハンバーグの感じだ。うわ、でもこれもうまそうだぞ。じゃあこれもソース2種類いただいてるんで、どうしようかな。大田原では注文してなかった玉ねぎのソースかな。あ、うまい。あ、うまっ。あ、でも全然違うな。うわぁ、どっちも捨てがたい。これ手骨でもしっかり肉汁ありますよ。すげえうまいな。うわ、別のソースも、うんうん、なかなかうまっ。おーうまっ。ごめんなさい、本当申し訳ないんですけど、もうちょっとね、我慢できないんでね、失礼します。こんだけうまい肉って飲まずにいられない。うまいなぁ。いや、なんかこんな久々に肉食ったの、好きなだけ。やばい、山盛りに盛ったのにご飯あっという間だ。あ、ビール中でございます。ありがとうございます。来ちゃったんでね、今口の中にハンバーグ残ってます。ちょうど、ちょっといただきます。ごめんなさい、我慢できない。いいなぁ。もうね、今食べた感じ、ビッグボーイさんのお肉は肉汁もすごいし、でやっぱりね、ソースも濃いめなんだけれども、香りもいいような美味しいソースなんで、これと合わさるとね、お酒飲める方はもう飲まないと損です。はぁ、うまい。いつも大食い撮影なのに酒でお腹いっぱいになっちゃうんだよな。ちょっとそしたら2皿目も完食させていただきましたので、よし、お肉を引き続き攻めちゃいますか。続いてはですね、本日初の鶏肉ということで、直火焼きグリルチキンなんですが、もう我慢できないので、この食べ放題のね、カレーも取ってきちゃいました。ちょっとこれと一緒にいただきましょう。せっかくなんで、これステーキソースですね、これちょっとかけまして。いや、ステーキソースも濃くて、これうまそうよ。おー、うまっ。あー、うまいな。皮目パリッとしてさ、香ばしいんだけど、お肉側はさ、ちゃんと肉汁を出る柔らかさというか、これうまいわ。カレーカレー、うんわ。めちゃんこうまいです。いろいろ止まんね、どうしよう。
うん。ということでですね、もうこれあっという間にチキンとカレーね、完食させていただきました。残すところこのハンバーグのドリアだけなんですけど、ちょっとね、その前に僕が思ってた今日のメインディッシュをね、このあたりで注文しておきましょう。そしたらですね、本日最後の僕の中でのメインディッシュとなる最後の追加注文ですね、これしたんですけれども、来る間にですね、こちら一品いただきましょう。俺が、第一陣の注文した最後の商品、手ごねハンバーグのドリアですね。たまんないね本当はですね、多分注文直後に食べてたらニョーンと行くと思うんですけど、じゃあ最後に回してしまったんで、どうだろう。あーでも柔らかいですよ。ちょっとじゃあ最後いただきますか。これすっげー好きなやつだな。このね、ベースにかかってるソースがめちゃくちゃうまい。これがね、たまんないっすよ。もう散々今日食べてますけど、ペロッといっちゃいますね。これやばいわ。うん、まずま。うん、あーやばい、あっという間なくなっちゃった。うん、ということでですね、本日注文させていただいた第1陣目の料理ですね、すべて完食させていただきました。一旦ごちそうさまでしたということで、いやこの後ね、追加した料理も楽しみなんですけど、まあ今回ですね、この動画見てくださってればわかるかなと思います。僕の中でもね、このビッグボーイさんの一番の思い出の品を最後に注文させていただきました。あー、ありがとうございます。リブロースステーキ 400g でございます。でかい。そこの方がありがとうございます。ということで本日最後来ました、こちらがですね、僕の大食い王決定戦の時にいただいていたリブロースステーキでございます。でテレビの際はですね、1枚 200g でいただいてたんですけれども、今回マックスの倍量 400g いただいております。もちろんね、このステーキといえばやっぱり注文しましたおかわりビールということで、こちらとねセットで早速本日最後のご飯をいただきたいと思います。これちょっとね、みんなに見てほしいんですけど、ここの出来たてのこのステーキの柔らかさ、やばくないですかこれですよ、くわーたまらんね。いやこれをね、焼こうですよ。うわーたまらんね。一旦こっちのソースから入れこうか。いただきます。うわっ、めちゃくちゃ柔らかいな。こんだけ厚切りなんだけどね、サクッといけちゃうの。噛み切れないとかもないし、本当に肉が柔らかい。うん、これ今日肉だけで何キロ食ってんだ。すげえ食ってるけど、やっぱこういう大食い会最高に幸せだな。うわ、うん、うん、これはうまいよ。マイチン、大食いにあるまじきこと言ってもいいかな。あのこのメニューがさ、個人的には思い出の品すぎるし、ちょっと味わって食べたいから完食前なんだけどさ、
もう撮影やめていいですか？ちょっとこればっかりはゆっくり食べたいので、今日はここで締めようか。ということでですね、本日は、まあ、テレビ番組をきっかけにありがたいことにですね、ご縁いただきまして、このビッグボーイさんで美味しいお肉、たらふくいただいている最中でございますが、本日の動画はこの辺りでということで、店舗数もですね、オープニングでお話をしたように全国で150店舗以上ありまして、しかもこのお肉の品質で値段設定が安すぎる気がします。本当にお得なお値段で、普通だったら味わえないような上質なお肉がね、味わえる、そんなお店となっておりますので、気になる方はですね、ぜひこのビッグボーイさんで美味しいお肉食べていただければと思います。恥ずかしながらですね、大会前は僕もあんまり来たことがなかったので、どんなメニューがどれだけあるかってことを知らなかったんですけれども、今日堪能してみて、普通に新井家としてね、うちのファミリーでまた改めていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで本日の動画はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。さあ食べよう食べよう。